ロ、はい、グですで今日は4月18日の、えー、4月18日です、えー。今日は疲れたんであんま何もやらないと思います。まあ、一応明日月曜が、えー、明日朝一で、えー、車持ってって、えー、修理出してその日のうちに車が帰ってくるんで,で車が帰ってきたらその足で えー、ネット喫茶にダッシュしようと思います。はい。で、まあ、まあ、この車はどんな現状かと言いますと、まあ、これ、慌てて買っちゃったんだけど、なんかね、あの、今こんな感じでタコ足配線やってんだけどさ、車の中でね、 でもね、結構ね、全部、つないでたんよ。でそうしたらね、立ちどころにこれこ、インバータが動かなくなって、はい。これわかるかな見づらいけど。ヒューズが、ここらの方はわかるか。わかんないな。これでわかるかな ヒューズがね、立ちどころに 2, 2個飛んだんよね。いきなり。これしかもまだ新しいのに。だから無理やりヒューズ切れたところを、あの、シガーソケットなんだけど、本来15アンペアなんだけど、ちょっとそこ20アンペアにして無理くり、あの、バッテリーとか充電してます。まあ、だ大い体いテザリングで、この Windows のプログラムとかを更新すんのも、まあ、正直言ってきついっちゃきついんで、えー、まだね、 買ったパソコンなんだっけあのレノボのなんか 2in1 タブレットと分離可能のやつがあるんでちょっとあれとまだ試してないんであれをできればポータブルツールにしてさすがにこれねあのキーボードがもうレンダーしてぶっ壊れてるからさすがにこれねノートパソコンの意味がないノートパソコンなんでもうこいつにはもうデスクトップとして家にいてもらおうということで今日はいろいろ。 えー、作業の効率化のためになんかやってきます。何 <laughs> なんかやってきます。<laughs> はい。っていう一日です。